今回紹介するのは「息子に送る言葉」という本です辻さんが紡ぎ出す言葉からは人間らしさと愛を感じます離婚後辻さんがシングルファーザーとして頑張っていらっしゃる姿にとても感銘を受けましたツイッターはほぼ読んでいます私の勝手な辻さんのイメージは朝弁体操着の選択 カフェで本業の仕事の構想家での主婦ランチパリの美味しいお店のおやつの用意時々日本のバラエティ番組そしていつもくんのことを一番大切にしている素敵なお父さんです一日の終わりに辻さんの文章を読むと心がほっとして優しい気持ちに包まれます辻さんの小説は好きなものと。 そうでないものがありますが、辻さんのエッセイは、人間らしい葛藤や根本にある愛が素直に伝わってきてとても好きです。私は中山美穂さんと同世代、くんと同じ年頃の子がいます。この本や辻さんのツイッターを、もし中山さんが読まれていたら、 きっとすごく嬉しいだろうなと思いましたじゅうくんのイラストもとても可愛い疲れた時にふっと開くと励まされるいつも手元に置いておきたいそんな本です以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします